奥能登ブリッジ高岡最上ベースという施設を、私の実家を使って開設しまして、奥能登の皆さんと一緒に連携して高岡中心にした地域を盛り上げていくということをやっています。都会では埋もれてしまうような人材も田舎に来たらものすごく重宝されたりですね、都会での生活に疲れた状態が田舎に来ることによってリフレッシュしたり、そういった価値を、連携して発信していこうということです。私の祖父が三協アルミの創業者の竹平正太郎でして、私も小さい頃から、生まれ育った家なんですけれども、祖父から言われていたことは世のため人のために地域のために頑張ったら、結果として皆さんが建ててくださった家であると、地域をこう今後も盛り上げていこうという時の拠点として、その祖父のスピリットも、こもった家ということで、ぜひ活用していこうと。今後ですね、能登に関わっていきたいという、日本中の方、世界中の方いらっしゃると思うんですけれども、そういった方たちにまずは高岡に立ち寄っていただいて、いきなり能登に入っていく前にですね、能登の人たちと交流していただいたり、情報を得ていただいたりとか、勉強していただきながら、被災地からちょっと一歩引いてきた高岡であれば、やりやすいと思いますので、人と人のつながりがもともとあれば、また助け合って、一緒にいろんなことをやっていくことができると思いますので、そういったきっかけにしていきたいなと思います。